かけて実験を中森です。では今回も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。中森先生ニュース出てたねっていうコメントをいくつかいただいてるんですが、はい、ね、あの4技の試験の、ね、延期 の、 話が出た当日にですね、取材を受けまして、ね、フジテレビの番組いくつか、使われたみたいです。見てくださった方ありがとうございました。生物これで分かる生物基礎の代わりに、食べの生物基礎を初めから丁寧に代用できますか。あ、大丈夫ですよ、はい。同志社大学を第一志望にしていた人は不合格だった場合妥協できる大学は近畿大学くらいまでですか。志望してたのと受かる実力があるのかどうかまた別の話なんで、それ次第じゃないですかね。まあなんかこう偏差値だけじゃなくてどこに行きたいのかってちゃんと選んだ方がいいとは思うけどね、うん。いわゆるその大学群で言ったらカンカン同率っていう大学群で見ていくことにはなるんで、まあその中でね、どこだったら行くかって話にはなるとは思うんですけど、ただ実際問題のところをやっぱりそのね、大学入った後さ、やっぱ結構思うのはなんか俺はこんなとこ来るべきじゃなかったんだとか、こんなやつらと一緒にいられるかみたいな感じでこうね、周りのことをねこう悪く言って、こう大学やっぱどうしてもこう納得できないから受け直そうみたいな風になっちゃう人もやっぱいるんで、ね、そこはやっぱちゃんと考えて決めた方がいいんじゃないかな。どこであろうと納得できる人もできない人もいるから、やっぱりそこは本当に自分が行きたいところを併願校もね選んでいった方がいいんじゃないかなとは思いますね、はい。センター試験と共通テストの英語はリスニングのウェイトが大きくなり、ほぼ長文読解になるなど問題形式が圧倒的に違いますが、センター8割と共通テストの8割同じ方と考えて大丈夫なんでしょうか。いや、これはねちょっとね、違うかなとは思います。というのはセンター試験と今回の共通テストは目標の平均点が違う可能性があって、今回プレイは5割目標で作られてたんですよね。でセンター試験は6割目標で大体作られてるんですけど、なのでそうなるとやっぱりその目標5割の問題で8割取るのと目標6割の問題で8割取るのだとやっぱちょっと違うかなと思うんで、そこにしたいかなっていうところはありますね。であとリスニングのウェイトが大きくなったって点に関しては、これはね他の動画で私はちょっと言及してるんですけど、筆記とリスニングの配点は実際はその大学ごとに決められるんで、実際リスニングと筆記が1対1になるかどうかは大学次第なんで、意外とそうならない可能性も結構あるとは思ってますね。なのでこの辺は情報をしっかり追っていった方がいいかなと思いますよ。高3でまだ1回も志望校に行ったことないんですが、この時期でも学園祭くらい行った方がいいですよね。いやー別にいいんじゃないかな。もし行っておくとしたら、入試当日とかの、まあ、前日とかの下見とかでね行くぐらいかなとは思いますかね。近場だったらね全然いいんだけど、遠いところだったらもういいかなとは思いますね。決めるセンター得点から得点ダッシュ、接続はできますか。まあできなくはないかな、うん。まあ個人的にはまあ開発講座とかやった方がいいかなと思いますけどね。ようやく練習ができるんで。慶応法学部の志望です。長文の抽象度についていけません。どうしたらいいですか。まあ、小論文のネタ本とか読んでいくといいんじゃないですかね。それだったら。うん。まあ、あとは純粋に慶応法とか慶応の長文の過去問結構慣らしていくっていうのもいいかなと思いますね。英語の、ね、参考書対応したいんだったらリンガメ対話とかもありかなと思いますけど、まあ、あとはポレポレとかね、あの辺の解釈でちゃんと、まあ、はっきりさせる能力を鍛えていくと。ただ日本語でも意味がわからないって感じだったら小論文の対策とかやっていくといいんじゃないかなと思いますね。たまごっち持っていましたか。懐かしいね世代的にはまあね、たまごっちとか、あとポケモンの初代が僕の小学生ぐらいの頃のドストライク世代なんで、たまごっちは持ってなかったですね。でもなんかちっちゃいテトリスとか持ってましたよ。すごいキーホルダーみたいなやつのですね。そのぐらいの時期ですね、はい。まあでも僕は結構ゲームは子供の頃からやってたんで、結構ゲーム機は家にありましたね。真剣に同志社目指してます。まだ赤本やってないんですが、やった方がいいですか。やった方がいいね。とりあえず入ってみた方がいいですね。まあ少なくとも基礎が終わってんなら突撃してみた方がいいと思います。結局それで何が足りないのかっていうのを一回分かるだけでも全然変わるかなとは思うんで、まずはね挑んでみることが大事かなっていうふうに思います。基礎英文解釈の技術100やってるんですが、基礎100レベルの長文の参考書もしくは大学レベル教えてほしいです。また同時並行で長文やっても大丈夫ですか。まああれが終わったレベルだったら、簡単なところで言えば2.5万線レベルから、まあ、マーチレベルぐらいまでは全然対応できるかなっていう難易度ですね。
なので、まあ、マーチレベルの長文とか終わったら入っていけばいいかなと思います。で、同時並行よりは一通り一回終わってからの方がいいかなと思いますね。それを使って解く練習をしたいんでって感じですかね。はい、今回は以上です。学習管理アプリルート武田がなんと大幅にパワーアップしました。英語と数学2科目対応だったところがなんと全科目対応に。武田塾の勉強方法がこのルート武田に全て詰まってます。ルート武田の詳細とダウンロードは概要欄から見れます。ぜひダウンロードしてみてください。